呉市海事歴史科学館は、広島県呉市にある科学館。愛称は、ヤマトミュージアムで、正式名称よりも愛称が広く定着している。呉市を設立主体とする博物館。戦前、戦後の呉市における、船舶製造技術を主たる展示内容としている。愛称の、ヤマトミュージアムが示すように、旧日本海軍の長王型軍艦、ヤマトの建造と、 軍事活動が中心となっている。明治時代以降の造船の町あるいは、軍港、陳述としての暮れの歴史や、機関となった成功や造船などの科学技術を展示することを目的に、日露戦争、日本海海戦から100年目、大東亜戦争終戦から60年目にあたる2005年4月23日に、開館した。開館から668日目の2007年5月20日に、 来館300万人目を1443日目の2009年7月4日に来館500万人目を迎えた。呉市は原子爆弾の被災地の広島市に近接し、海上自衛隊と在日アメリカ陸軍の施設が現役で稼働している安全保障問題の現場としての土地柄、修学旅行生の平和学習の場としても活用されている。 構想あるいは建設に関しては、戦争責任について様々な意見を向ける旨もあったが開館以来盛況を続けており、呉市の歴史的観光資源を再発見するきっかけとして、呉市を全国的観光地に一役押し上げた率、役者である。呉市の経済社会にも影響を与えており、様々なイベントが行われる地域拠点の役割も果たしている。 初代艦長の戸高一世は、当館の展示が戦争賛美ではなく、特に戦艦山と建造など、軍事や戦争によって発達した産業技術そのものとその使われ方とは分けて捉えるべきだとしている。館の方針としては、当館を平和学習の場として開放するため、実物の兵器や当時の映像フィルムなどの歴史的資料を淡々と提示する形で、 意見や注釈はつけず、政治的に中立的な立場を取るよう努めている。歴史認識についての判断は来館者個々に任せる、という方針を採用している。2008年度より、指定管理者制度が導入され、学芸部門は引き続き、呉市が管理運営、広報などは、大和ミュージアム運営グループが担当している。 クレが造船業不況による経済停滞からの脱却を模索していた1980年代、初頭、広島県は県立博物館建設を検討していた。1980年度より、クレも県に対して市内での県立博物館設置要望を出すようになった。この頃は海に関する県立博物館という構想であった。 1990年度から1991年度にかけて呉市から業務委託を受けた財団法人日本博物館協会が博物館基本構想を策定し近代造船技術の進展を展示する博物館が提唱された。こうして1991年度より資料収集、調査研究が開始された。1993年11月、呉市町に前、 広島県副知事の小笠原慎成が就任する。小笠原は松山市助役を務めていた頃、同市の四季記念博物館設立に関わった経験があり、文化行政のノウハウを理解していた。また、同博物館の資料を調べる際、柴良太郎、坂の上の雲などで、自らの出身地、呉れの群ととしての歴史を再確認していた。そのため、小笠原は、 積極的に博物館建設を推進していく。1994年から1995年にかけて戦艦山和を博物館の核としていくことに構想が固まっていった。しかし、県側は軍事職が強い博物館を県立として開館することは難しいことを呉市に伝えた。そこで小笠原は1996年12月の市議会で 博物館建設に、市主体で取り組むことを正式に表明した。1997年に、呉市は、主要プロジェクトの一つとして、開示博物館建設を明記し、同年9月の市議会で、呉駅南側の宝町地区を、博物館の建設場所とすることが表明された。財源は国、県への働きかけに加え、呉市博物館推進基金、 クレ商工会議所の募金委員会などを設立し、民間資金の活用も行われた。最終的に事業費、総額65億円のうち、国、県、地方交付税、募金等が約36億円、市負担が約29億円となった。1999年10月から12月に、クレ氏が博物館設立準備として設置していた、収蔵仮展示施設で、 戦艦ヤマト展が行われた。これには3ヶ月で累計1万人を超える来館者が訪れた。2000年大阪で開催された関西ミュージアムメッセで呉市が参加した戦艦ヤマト関連の展示には4日間で1万2000人以上が訪れ、そのアンケート結果では印象に残った出展ブースの第一位となった。2003年初頭広報活動の一環として 名称募集を行い、同年8月に正式名称を、クレシカイジ歴史科学館、愛称を、ヤマトミュージアムとすることが公表された。2005年に1月、ガイドボランティアが組織された。マスコミの関心は高まっており、2005年3月の定例市議会では、入館者数の予想を当初の20万人から40万人へ引き上げられた。ただしこれらは、 反対意見を抑えるための多めの見積もりであったと、小笠原らが後に明かしている。2005年4月23日、開館を迎えた。一周年時開館後、ヤマトミュージアムは大きな人気を博した。開館した2005年には来館者が1229,250人と予想をはるかに上回り、地方都市の博物館としては類を見ないほど多くの人々が訪れた。地域。 団体からの来館希望も多く、行政職員が旅行代理店業務をこなすありさまであった。2005年12月公開の映画、男たちの山とも、山とミュージアムの人気に大きく貢献した。また、これにより外全体の観光客数も大幅に増加し、呉市は年間300万人以上が訪れる観光都市に成長した。なお一部からは批判も上がった。 開館直後の2005年5月、市民団体、ピースリンク広島、クレ、岩国は、展示の見直しを求める、要請書を提出し、軍事技術、戦争を美化していると主張した。また、中華人民共和国と、対戦国ではないにもかかわらず、大韓民国でも一部に大和ミュージアムを批判する、報道があり、日本共産党のクレ議が、市議会でそれ引用した。ただし、 ヤマトミュージアムへの批判やクレームはほとんどなく具体的な行動を起こしたのは上記の市民団体にとどまった。開館から時間が経っても年々前言しているもののヤマトミュージアムは多くの入館者が訪れている。4年目以降の来館者は90万人から74万人の間で安定的に推移しており年間10万人で成功とされる地域の歴史博物館としては 異例の多さである。太平洋戦争に関連する映画が公開されると、来館者が増える傾向がある。2007年には隣に、海上自衛隊クレ資料館が併設され、ヤマトミュージアムと並んで、多くの入館者を集めている。同館のメインの展示物は、退役した海上自衛隊の展示用潜水艦旧秋潮の実物などである。2008年度に指定管理者制度が導入され、 学芸部門のみ、呉市商工観光部が管轄し、民間会社で構成される、ヤマトミュージアム運営グループが、管理、運営、広報などを担当することとなった。2012年度からの2期目も、同グループが引き続き管轄している。ヤマトミュージアムの集客力は、周辺の地域社会にも大きな影響を与え、単なる戦争博物館にとどまらない。 地域拠点になりつつあるとされる。2010年にはリニューアルオープンによって、クレの戦後の歩みなど地域史を紹介するコーナーを拡充させた。2012年4月にはミュージアムショップヤマトを中核として、地元の業者、アーティストと共同でブループロジェクトという事業体が結成され、ヤマト関連だけではなく、クレや瀬戸内海にちなんだオリジナル商品の開発、 販売が行われている。入り口を入ってすぐの大和広場には実物の10分の1サイズの戦艦大和の模型が展示されている。この模型は大和の海底調査や発見された資料により判明した最新の情報に基づいて制作されており新たに判明した史実や資料があれば随時それに合わせて改装されている。また映画 男たちの山と山との撮影の際、小道市向島町にあった、戦艦台は実寸なープンロケセットの不足部分を補うため、CG の合成用素材として使用された。なお映画撮影後に解体されたロケセットの一部は、呉市へ寄贈され、2006年6月29日、山とミュージアムの資料修復保存施設に搬入され、同館の第二駐車場ビル2階に展示されている。 ロケセットは、街づくりへの利用を目的とする理由であれば、無償で貸し出しをされる。ヤマトの模型のほか、戦艦道の区や、従順洋艦青葉に実際に搭載されていた、主砲神、戦艦混合のイギリスビッカース社から輸入した、当時のボイラーや、戦艦道の区の怒り、航空戦艦日向のマストに形容されていた、軍艦機、零式艦上戦闘機型、 人間魚雷回転銃型、特殊船航艇、海流を展示の主体として、海軍兵器の実物が、数多く展示されている。その他、実物の潜水調査船である、深海の屋外展示など、戦後の海事史についての展示物も,も充実している。一回、展示室くれの歴史では、日本の幕末から太平洋戦争終結までの戦士と、くれ海軍交渉の歴史、 戦艦ヤマトについて、当時の記録映像の上映、海軍兵器の実物、戦没者の遺品などの歴史的資料の展示を通じて、解説。クレ軍港空襲や広島市への原子爆弾投下に、関しても、クレの人々の視点から見えた、当時の様子などが詳細に展示されている。随時、ガイドや学芸員による解説を受けながら展示物を閲覧する機会も設けられている。 2階は吹き抜けとなっており、1、ヤマトを見下ろせるようになっている。3階、船を作る技術では、船を中心とした科学技術の原理を紹介しており、操船シミュレーターなど実際に体験ができるようになっている。ミニシアターがあり、企画展示などに使用されている。未来へでは名誉館長の一人である松本麗二の監督作品、 宇宙戦艦マと関連の展示品があったが後に撤去されている。4階には図書館としてライブラリーが設けられており、収蔵資料のデータ及び安全保障問題に関する書籍やビデオ教材などを閲覧することができる。2018年からスマートフォンタブレットを用いた多言語音声ガイドが導入された。日本語ナレーションは感染擬人化ゲーム、 艦隊コレクション館これからで大和役を務めた竹田津和矢が担当する。大和ミュージアムの盛況に伴い、午後も広島湾一帯の観光ツアーに組み込まれるようになった。そのため岩国市、20日市市、広島市を訪れる前後に来館する観光客も少なくない。呉市は周辺都市と広域行政に取り組むようになり、広島市、 はつか市とともに修学旅行の誘致事業も行っている。また戦後の広島湾岸諸都市の間には、広島が軍都から平和都市となる一方、呉岩国、江田島が広島のみならず、日本の平和を守る自衛隊や在日米軍の拠点を担うという分業が存在した。広島は軍事と平和という二項対立のもと、 周辺都市の軍事拠点を隠し続けることで平和都市としての機能を維持しているという一部の政党や市民団体による見方もあった。しかし多くの観光客が大和ミュージアムと平和記念公園を往来するようになると旧来の二交対立構造は合体しこの地域における軍事と平和は観光面で融合を果たしたとされる。2005年には広島県の観光客数 観光客県内消費額が過去最高となり、大和ミュージアム会館が大きな一員であるとされた。呉市の観光客も2005年以降は年間300から350万人に増え、観光都市に成長した。この結果、県も大和ミュージアムを県観光の代表的、象徴的拠点として積極的に利用するようになり、2011年にはここで、 広島県と島根県の交流会議が開かれ、両県の観光ルート開拓が話し合われた。一方で、呉市の宿泊客はほぼ増えておらず、大和ミュージアムを訪れた観光客も広島市などで宿泊している人が多いと考えられている。そのため、経済効果を自然体に広げる必要があるとされている多くの人が訪れるようになった大和ミュージアムは、 クレの社会経済の中核的存在として機能するようになり、市の商業中心地はヤマトミュージアムとクレ駅の間に移動した。既存の文化施設、商店街は人通りが減ったため利用客数、店舗数等の減少が見られた。そのため、集客力あるヤマトミュージアムの来館者を呼び込むために、レンガ通りでヤマトミュージアムの姉妹館、ヤマトギャラリーレイがオープンした。 ここでは、ヤマトミュージアムの名誉館長、松本霊児の漫画作品、収集コレクションなどを展示している。ありがとうございます。